ま、そう思ってくれるなら頑張った甲斐もあるってもんだ。ああ、わかった。おいおい、俺は納得してねえぜ、腹黒たぬき。こいつがどれだけ不安がってたと思う。だから一発殴らせ。気もなくなった。やれやれ。まあこんなのでも上司だからさ。許してくれるとその嬉しいっていうかさ。彼はまだ子供だからね。いくらなんでも戦いには向いてない。身を隠していたらどうかって提案したら、悩みに悩んだ末にうなずいてくれた。不満だったかい？ま、確かにその通りだ。これでよかったんじゃねえか。皆さん、そろそろ中へ。全員が揃ったところで、少し話したいことがあるのです。さて、久々に全員揃ったわけですが、どうしても今のうちに話しておかなければいけない話が芦屋さんからあるそうです。鏡の話さ。実は鏡を2枚揃えただけでは世界の終わりを止めることはできないんだよ。やる気がそがれると思ってギリギリまで伏せておいたけど、鏡を2枚揃えることで可能になるのは鏡の所有権の引き継ぎだけなんだ。この現象は鏡が機能し続ける限り終わらない。そして鏡の機能は鏡の契約者がいる限り永遠に終わらない。つまり鏡を2枚揃えて契約者になったとして、この現象を止める方法はただ一つ、契約者が死ぬこと。その通り。唯一とは言わないけど、一番確実かな。もう一つ方法がある。今の鏡の契約者、鏡を使って世界を滅ぼそうとしているものを滅ぼせばいい。でも千年前、鬼と呼ばれた鏡の契約者を倒すために鬼切丸の封印は破られたんです。玉依姫であれば封印を破ることの意味が分かっていたはず。それでも彼女は封印を破らざるを得なかった。それほど敵は強いんだよ。まあ
鬼切丸がない限り鏡の契約者を倒すことは現実的ではないかな。バカみてえな話をすんな。戦って勝ちゃそれでいいだろうが。嫌な方にばっかり頭を働かせるな。なんとかなるし、なんとかしてやるよ。報告、何かあったのですか？それはどういう意味ですか？俺たちを仲間に引き入れたいんだと。服従か死かだな。で、どちらを選ぶつもりなんだ？第三の選択肢、ニールをぶっ飛ばす。気のせいか、アトリが二人いるように思えるな。私たち電薬寮からはいい情報。イツセさんとクスシシュウはもう再起不能の状態だよ。ニールとの戦いで消耗したところを捕まっているふりをしていた守護者のみんなで一斉に放棄したからね。イツセはクスシシュウとの精神的なつながりを切った上でこちらで保護している。いずれインの世界の正気に当てられて眠りにつく。この剣に終止符が打たれるまではお気に入り。ってことは明日が最後の決戦か。とにかくニールの野郎に鏡を2枚揃えさせるわけにもいかねえしな。勝てる。大丈夫だ、心配するな。俺がついててやるんだぞ。な。そうと決まれば、明日に備えて今日は休むとしましょうか。どうした？こんな夜中に。明日のことが不安か？超怖えよ。戦いの前はいつだって怖くて怖くて仕方ねえさ。みんな一緒だろ。明日何が起きるか俺には正直わかんねえよ。何が起きるかわからねえならいいことがあると思っとけ。まあこんなんじゃ不安は拭えねえか。
大丈夫だ、何も心配するな。お前のそばには俺がいる。どうした？面白そうだ。私も見る。アリア様はいけません。なぜだ？ずるいではないか。アリア様には早すぎます。それに、あまり騒がれては気づかれますよ。覗きです。堂々と言うな。アトリア、お前俺の主を横取りする気か。だからお前のじゃねえし、空気読めって。なんなんだお前らは、小学生かよ。また会えたな。平気だ。勝てる。勝てるさ。もう死んだと思っていた者が何人かいるな。あいにく体の丈夫さには自信があってな。玉依姫の危機にあって戦わないわけにはいかない。我が元に来ないというのであれば、せめて我が前から立ち去ってもらおうか。お前がおとなしく鏡を渡すならそうしてやるよ。そやでガサツだ。品性のかけらもない。生きていく上で必要ないもんは切り捨ててもいいと思ってんだよ。そろそろ決着をつけようか。よい、私が行こう。彼らは状況を理解していない。真打ち登場ってとこか。教えてやろう。
お前たちは今絶望の中にいる。お前たちでは勝てない。ボケ脅しには乗らねえよ。大味だな。力を取り戻してこの程度か。油断ですか。50円。現実。ゼロ。仕留めるぞ。言われなくても。ではいい。ファイル頭を見てやれ。重傷だ。すいません。赤頭を見てやれ。幻覚を見てるぞ。どちらも死ね。皆さん、大丈夫ですか？信じ、犬くんに助けられるとは。何とでも言ってください。ミツルちゃん、先輩をよろしく。だらけだ。全員まとめて吹き飛ばしてやろう。神の名前、聖女アリアローゼンブルクの道。今に神の守り聖女の道、不条の道、ここよりさらに。あらゆる力を無効化するモナドのセフィロト。私の前ではいかなる力も無に等しい。試してみるか。なんだと。サイレンの魔女、ジュカだけではなかったか。あなたと同じホムンクルス。身体能力が人間の域を超えるのはお互い様でしょう。